皆さん、おはようございます。インであるミャクウボーイ、キンです。アイディアおにぎり、いきたいと思います。ハンバーグの海苔巻きおにぎり、いいもんですね。はい。焼肉のサラダな巻きおにぎり、こういう巻き巻き系のいいですね。鶏肉の皮におにぎり、大葉が海苔の皮にいいね。豚肉の生姜焼きおにぎり。あとは、とんカツとゆでたやべつのっけおにぎり。かぼちゃのコロッケおにぎり。小味の竜揚げのせいさっぱりおにぎり。あとは、豚の角煮おにぎり。 ミートボールのイタリアおに、こういうアイディアもいいですね。スコッチエックの爆弾おにぎりに、ひつまぶし風おにぎり、ポーク卵おにぎり、これね、沖縄名物、そぼうチーズおにぎり、ナッツベーコンに、ハムカツおにぎり、さんまのかぼやきおにぎり、ソーセージおにぎりがあるそうです。ご当地おにぎりは後ほど紹介しまして、ヘルシーなもの、雑穀が入ったおにぎり、あとは餅あわが入ったおにぎり、ひじきが入ったおにぎりもいいですね。 切り干し大根の煮物混ぜおにぎりに、これ松の実が入ったおにぎり、ごま塩もいいもんですね。ミネラル豆腐の煮干しとナッツのおにぎりとか、えび、桜えびが入ったおにぎり、じゃこ、ネギ混ぜもいいし、いり卵、あとは人参と塩昆布の混ぜおにぎり、高んな巻きおにぎり、ゆかりとろろ昆布おにぎり、あとは芝漬けが入ったおにぎり、枝豆混ぜご飯おにぎり、海海と梅じゃこの混ぜご飯おにぎり、 新茶とごままぶしおにぎり。あとはまあ、いろいろ煮物も一緒に常備品として食べるのもいいですね。あとはまあ、つまみ系のおにぎり。焼きパプリカのマリナオニり生ハムとスクランブルエッグの巨にいアボカドとエビマヨアイオニー。マグロのゆずこしょうアイオにニりあとは焼きカマベルチーズハーブのおにぎり。クリームチーズの明太子ディープのソにぎり。ハムとコーンのライスコロッケに。 生姜ご飯と豚や肉、き焼きおににり、干物と蜜葉の混ぜご飯おにり、薬味おにい、味噌焼きおににり、タクアとごま混ぜご飯おにい、シャツとわさび漬けの混ぜご飯おにい、あとは納豆がいたおにいり野沢巻きょにい、きゅうりじゃこににり、あとはバター焼きおににり。あとはまあ、いろいろバリエーション豊富のににりはまだまだあるんですが、はい。ランチョンミートに、り あとはまあ、パスタなしのナポリタンおにぎり、チカラの磯辺店おにぎり、あと焼き鳥の系、シューマイ系おにぎり、あとはタコソーセージのおにぎり、キムタクおにぎり。えー、その他もろもろあるので、ここまでにし,したいと思いますが、どうかな以上です。バイバーイ